どうだ見たか初優勝と言ってしてねえで優勝したような気分なんだよな俺は。そうですよね、すごかったですもん。何がすごかったんだよすごかったですもん。俺首痛いよまだ本当に俺忘れてたよ、走ってる時って忘れちゃうんだよないの。そうですよね、無我夢中になっちゃうと思いますからね。でね、今第2レグ走ったんだけど全然疲れない。やっぱりちょっとあれじゃない、第1レグの時はグループ8時間がなかったからね、かなり精神的とか肉体的にも辛かったと思いますよ。走ってる時ね忘れちゃってね、首痛かねえんだよ首なんか、腰も足もそういうもんなんだよな。マカオのワンパタヤ、あ、ワンパタか、見たかパタか。というわけでマカオグランプリの模様をお送りしました。皆さんマカオにみんなで土屋くんを応援ツアーを組みましょう。組みましょう、待ってます。監督来年来ましょう。来ましょう、みんなで来ようね私も行く私も行く俺が走んだよ